もちゃんこんにちは。もちゃん、今日は旅行に行ってきたいと思います。イエーイ。千葉県にある段丘というね、ワンちゃんのリゾートホテルに行ってきたいと思います。楽しみですね。天気もね、今日は良いのでパイ楽しんでいきたいと思います。それじゃあもちゃん、レッツアルペキ。はい、それでは出発進行。もちろん子分も一緒に出発します。途中はね、羽田空港の横なんかを通りながらね、飛行機を見たりしました。もちはね、飛行機に全く興味なかったみたいです。こちらスカイブリッジですね。とっても綺麗な景色を見ながら運転してきました。はい、そして段丘の駐車場に到着しました。駐車場はね、整備されててとっても広いです。駐車場に着いたらスタッフさんがね、荷物を運んでくれます。エアバギーも一緒に持ってきてくれるんですけど、うちは自前のカートを使ってね、そのまま宿に向かいました。そして段丘到着です。ダンクは全体的にね、なんか南国の雰囲気を感じましたね。至る所に休憩スペースがあるので、どこのスポットにいてもワンちゃんと飼い主がくつろげる、そんな宿になってますね。宿は2階建てで10組まで泊まれる仕様になっております。それではお部屋の紹介をしていきたいと思います。まず入り口を入ると大きい洗面台がありました。そして浴室には大きな浴槽と出窓があります。外のね、風を浴びながらバスタイムなんかもね、できるかもしれないですね。そして浴室の出窓を開けると、このように整いスペースがあります。そしてさらに奥に進むと、ででん、プライベートドッグラン付きです。素晴らしいですね。上乗る？うん。こんな感じで部屋からいつでもどこでもこのプライベートドッグランに来ることができて遊ぶことができます。はい、続いてはお部屋の中をさらに見ていきましょう。寝床です。ローベッドがね、ワンちゃんがジャンプしても大丈夫なように、このベッドも大丈夫なんで、ワンちゃんがとっても大丈夫ということで、今日はここで一緒に寝ます。そして押し入れの中にはワンちゃんグッズセット、トイレ、ケージもありますね。ケージもあって、すごいグッズ、シーツとかマナーウェアとかね、チュールとか、あ、なんかいっぱいある。これ頭コロコロのやつ。これ何？カプセル。これあれか、うんち袋とか入れたりするやつか。なんか毛を吸ったりするやつね。これはもう、しかも補充もしてくれるし、こっちのお袋はね、プレゼントでもらえたそうです。もらえるそうです。素晴らしい。セットが入ってます。おお、コーヒーもある。そうそうそう。そしてバルミューダのティファール。そしてなんといっても、この冷蔵庫のウェルカムドリンクね。すごいですよね。この辺はね、お持ち帰り OK ということで、太っ腹でしたね。
テレビは大きい壁掛け型です。広々ですね。ではラウンジの紹介です。ワンちゃんのねおやつがビュッフェ形式で用意されています。鹿肉ジャーキー、これはワンちゃんビスケット、そして馬肉ジャーキーということで、ね、これはね自由に取ることができます。もちろんね人間用のおやつもラウンジに用意されてます。ご自由にお召し上がりくださいということで、ケーキとかねコーヒーや紅茶なんかもあったり、そしてなんとシャンパンも飲み放題ということで、アルコールノンアルコール両方用意されてますね。そしてこちらは中庭ですね。ダンクーの目玉と言ってもいい場所なのではないでしょうか。焚き火がね常時揺らめいています。マシュマロがあります。焚き火とマシュマロがあるということはもうあれをやるしかないです、はい、ここにもくつろぎスペースがあるんで早速ねシャンパンとケーキを持ってきてくつろぐことにしました。もっちゃん用のジャーキーとクッキーも持ってきました。ではいただきます。どうぞ。よく考えたら下にもっちゃん下ろしてもいいのかな。なんかあ割りやすい。うちにねもっちゃんご飯食べれなくなっちゃう。あ、クッキー食べる。ボールです。なんかマカロンみたい。はい、続いてはドッグランの紹介です。屋外ドッグランね、ドッグランの門くぐるとまずはねとにかく広いですね。ここにもね基本的に椅子と机がたくさんあるので飼い主も犬もまったりできるスペースになってます。そしてこちらダンクーバーなんですけども、ここがねなんとドッグラン併設で、まあ、カフェとかお酒をね自由に自分で作って楽しめるスポットになってます。リキュールもねたくさんあります。最高ですね。こうやってね好きなもので割って楽しめるので、ドッグランでワンちゃんも楽しみながら飼い主も一息つきながらっていうね最高のくつろぎスペースですね。氷もねあるので好きなように利用することができます。私はねモヒートをちょっと作ってました。モヒートかな、やばとにかく広いです。昔はねテニスコートだったんでしょうかね。犬なんだから走りなさい。もちも僕たちもねすごくまったりした時間を過ごすことができました。ドッグランなのに人間と同じ椅子にくつろいで、はい、続いてはね2階の屋上ドッグランに行きます。さっきの中庭を見ながら歩いていきます。見えてきました。こちらが屋上のドッグランです。こんな感じ。これまた広いですね。さっきのね屋外ドッグランが見えます。まあ、ちょっとね曇天だったんですけども開放感があふれてて、ここもねすごくリラックスできる場所になってます。ここ
ここもねくつろぎスペースがあるので本当に素敵な施設ですよね。そしてダンクーにはね、なんと宿から歩いて 1,2 分のところに海があります。このね脇道を道なりに進んでいきますとすぐにね海に到着します。見えてきました。おお見えてきたよ。はい、とても広い海です。こんな近くに海があります。素敵ですよね。そして見てください、まるでプライベートビーチのようにゆっくりとねビーチを楽しめそうです。もちはね海辺で遊ぶのは2回目なんですけどね、久しぶりの海にはしゃいでおりました。食べれる、あ、これ可愛いんじゃない。貝殻の匂いが貝どうですか、もっちゃんには久しぶりですね。素敵なビーチでねまったりと過ごしました。というわけで今回はねここまでになります。次回はダンクの夜の雰囲気やご飯などを紹介していきたいと思います。それじゃあまた次回お楽しみに。